この2年間はずっとスタジオにこもって曲を作っていました、モンスターキャットシルクのスタートも、いい機会でアルバムもリリースできましたし、シングルもちらほらと出せて、コロナ禍で外出はできなかった分制作に集中できたかなと思います。最近今年に入って少しずつ DJ も復活してきて、今回またアナログジャーに出演する機会に巡り合えてとても嬉しく思います。そうですね、印象に残っているのが JTEC の来日の時ですね。彼はだいぶ前から日本、時々パーティー出演してもらっていますし、最近の音も聞きましたけど、昔のセットもやってくれて、昔からのファンとして、一ファンとしてもすごい楽しいイベントだったなと思います。あと彼と一緒に翌日ラーメン食べに行っていろいろ喋るというのも個人的には楽しかったんですね。私アルバムのリリース記念で東京湾で船の上で DJ 撮影等にやったんですけれども、ちょうどコロナ禍の間で無観客でやったんですね。なので今度は観客ありで、ぜひロケーションでみんなで楽しくイベントをやりたいなと考えています。久しぶりの出演でとても楽しみに思ってます。小谷さんのモジュラーの、ライブももちろんですし、僕自身も自分の曲いっぱいプレイしようと思います。あと今回昔の曲中心のセットあまりやらないんですけども、それもやる予定なので、ぜひリクエストしていただければ何でもプレイしようと思います。ぜひよろしくお願いします。